さて、ここまで私が見てきて、この絵が少々おふざけに過ぎる傾向が見受けられる。で、私も笑いを愛し理解することは人後に落ちない。しかしながらこれは、よもやすると、工場領俗を乱し、風紀を敏乱しかねない類の映画である。よってこれより私が全てを禁閲する。私の命令通りやってもらう。いいかな？それでは、ディレクター、カットの命令があったら、カットして次のシーンだ。用意し続けろ。ここは恐怖に襲われた街です。待て、カットと言っとらん。ディレクター、カット。ここは恐怖に襲われた街です。一見平和なこの街は、すっぽりと恐怖に覆われているのです。前例のない恐ろしい暴力が疫病のごとく街を蝕んでいるのです。そうです、不良ばあさんグレパッパ族が真面目で無抵抗の若者を襲うのです。この辺りは静かなとこだったんですが、グレバッパ族のためにすっかり変わりました。本当に迷惑してます。いや、参っちゃうよ。追っこなくて歩きゃしねえ。何すんのも命がけなんだからね。サツ何やってんだよ。グレバッパ族は常に 4,5 人のグループでたむろしています。グレバッパの世界は情け無用で無法そのものの世界です。まさに社会のダニそのものなのです。恍惚の域に達した老女たちをこのような凶暴な暴力行為に駆り立てるものは何なのでしょうか。むちゃくちゃするからいいよ。だってかっこいいだろ。ぶっ壊したいのよ。遊び友達との友達付き合いや。怖いものいじめて面白いわよ。金にも困んないしね。よかったよ。いや、正直言ってお手上げの状態です。若者を襲っちゃ金を巻き上げ、猫の餌やミルクを買って、あとは自分たちの飲み食いに使ってるようであります。問題の根本的異変やですね、現代社会の価値観を彼らたちが拒否するという根深い不満から来てるのが本当でしょう。つまり過去に疑問を抱き始めたわけですね。自分の子供たちが成長し一流企業に、あるいは弁護士や私のような学者になる。しかしそれは彼女たちにどんな価値があるのか、自分の人生というものは一体どういうことだったのか。公衆電話ボックスも彼女たちにかかってはたまりません。しかし何といってもスピードです。しかし驚くべきことに、また新しい種類の暴力が芽生えたのです。そうです、それはグレジャリッコ族の誘拐団です。ほんのちょっとの間外に待たしておいたのに来たらいないんです。まだ48になったばっかりなのに。そして交通標識のグレ看板族までも出現しました。よし、そこまで。バカバカしい、ふざけすぎである。グレパッパ族が若者を襲うという話までは面白かった。それがグレジャリック族。道路標識の作りも成功い。このまま行くとこの映画上映禁止だ。さっさと片付けんか。いいの、検閲は厳しいぞ。